ブリーチも好き。ブリーチとかさ、気持ち悪いじゃん。すっけすけのさ、あの、網網のさ、くさび、くさりかたらみたいなの着てんでしょ、クボタイト。絶対防御力高い服着てるじゃん、あの、すっげ、あんみのさ、目が荒い、くさび、くさりかたびら。着れないじゃん、裸にくさりかたびら <laughs> 違うのあれ。え、あれ、クボタイトじゃねえの俺、だとしたら、もう全力で謝らなきゃいけない。俺、今まであれがクボタイトだと思ってあがめてきたんだけど、あれ、偽物なの騙されたんだけど、返せ俺の金。俺、あれがクボタイトだと思って金払ってきたんだけど。え、俺、釣られてんのあれ、ホモビの代用なのえ、で、クボタイトって誰ちょっと、 <laughs> 周辺者から直接クレープ <laughs> えちょっと待って俺ガチであれがクボタイトだと思ってえあんな恥ずかしい格好を押し付けてるクボタイトかっこいいと思って好きになってたんだけどあれホモビーの男優なの俺ガチで釣られてたよあのくさびりかたびらじゃねえのえ本人の写真は出てないの俺ガチであれクボタイトだと思ってやっべえいった っってておもろなこのと思たんだけど違うの違うのえ、久保タイトさんって誰え、待ってね。ブリーチの作者って誰え、ブリーチの作者って久保タイトだよねあいつは KBTTTIT だぞ。久保タイトじゃねえの え俺全然今まで本当にいやー悪質だわそりゃクモたとクレーム出るわだって俺本当にガチで間違えてたし顔が似てるだけなのえー、俺間違えてた俺だからさいやーすげえなーと思って顔見分けちょっと見てみようこれ映すわけには公にた 人されてる。<laughs> 似てねえじゃねえか。おい、なんだよ、この偽窪タイト。ふざけんなよ、マジで。俺、なんでこんな騙されてたんだよ。全然似てねえじゃねえか。お前、自分で見ろ。なんで俺がこれの、乗せなきゃいけねえんだよ。自分で見ろ。全然ちげえじゃねえか。鼻クソでかくて。全然似てない。これは怒るわ。こっちが本物か。 いや、俺、騙されてた <laughs> マジで騙されてたよチキショーなんでこんな広がってる誰が広めたんだろうこれでも今日俺の放送でまた一個事実がな広まったよなあの出回っている鎖肩びらのスケスケクボタイトは偽物だっていう これいい情報を流したよなみんな俺だけみんな知ってんのマジか俺ガチで知らなかったよすげえ友達とかに言ってたあいつやべえよなほぼみえなあれ服着てるよなっつって俺の友達みんな騙されてるぞあれあれだろっつってスケスケのやつだろうってうちらだけかいや久保田愛斗さんすみませんでしたこれからもブリーチ応援します僕 黒崎一護大好きなんでティーダのモノマネ昔してたんで黒崎一護すごい好きなんで僕なんで久保イトの話になったか全然分かんないけどそうそう貫いてるじゃんあの中二,中二病みたいなのかっこよくない <laughs> 連載終了したの知ってる最後何だっけな俺76巻とか見たんだよな全然記憶に残ってない <laughs> もう、クボタイトのあの、ホモの、ホモのやつばっかり考えてたわ。おあごい、お前あんな腐れカバ食べらしてこんな綺麗なの書いてんのかよって。俺マジで懺悔しなきゃいけねえよ。謝らなえ、行くやん、いかん。俺。謝らねえいかん。ずーっとお前こんな綺麗な絵描いてもよ。おめえ中身ホモみてえな。あれ来てんだろって。ずーっと思ってたらね。コスプレみてえな、書きやがってよ、つって。 いや俺ちょっと本気で謝んなきゃいけないすいませんでした本当にすいませんでしたでもこれ僕悪い僕も悪いですけど俺も本当に騙されてたんですあれ罪深いよなあれ罪深いでも俺ソウルソサイティ編まではアニメでも全部見てたからなアニメでも全部見てたからおっさんって本当に勘違いしてんだろ。ガチだよこれ ガチだからな。<laughs> 俺にめちゃくちゃ怒ってる。でも怒るわ、それ。生主じゃねえんだからさ、怒るわ。あんなホモ見たいな。ほモみにいなるやつでさ、怪我、俺だって現に怪我されてたんだぞ、俺は。何がブリーチだお前。ふざけんな、お前。そんな腐り方見な来なかったよ、この野郎って。目線で俺見てたんだよ。 そりゃあ、失礼なことしたわ。謝りたい。本人にすいませんでした。つって。<laughs> あと、いや、なんか一人でもゴミいるような。なるさ、あのー、氷林丸のやつ、あれご、いつか鼻開く、俺はだから、肩持ってたんだよ。いつかこいつは、あのー、鼻開くなって思ってたけど、最後まで質がやゴミだっただろ、あのゴミ。あいつマジでゴミだったよな。で、一番好きなのは俺、駒村隊長だけどな。 俺の駒村隊長のものまね世界で一番熱入ってるから駒村隊長が当選に騙された時の怒りの怒りの叫び「気候もか当選!」ってやつこれ <laughs> これ一日一回しかできない俺の喉を言わすあの代表なんだけどこれマジみんなアニメで見て「気候もか当選」「気候もか当選」っていうセリフがあるんだけど 犬風在が。あいつか、あいつも弱いよな。あんなに勢いあるのに、あ、最後本当の意見だったろ。おい、なんかちょっと、どんどん俺のブリーチ像が、で、そのに間抜けてんだよね。あれ、でも、駒村隊長好きだったな。駒村当選、浮武、えー、室ヶ谷、ザラキ、宇野花、おい、結構言えんじゃねえか。うん、あいつ。 千本桜の人。なんだっけ千本桜の人。黒土参り、ザ、あの、朽木。朽木、隊長。朽木白夜あの辺おもろかったよなやべえ、炎上すなぜした最悪久保タイトル同様して炎上すなぜした ?57 秒で気づいてしまった。<laughs> くそ。まあでも、終わりを意識できるのはいいことだな。 なんか今日変な話いっぱいしなかったな。いろいろ話したな。久保マナの話から。いや、でもちょっと久保タイト衝撃受けた。俺多分ちょっとこの後ネットサーフィンするわ。久保タイトスペース偽物でちょっと、ちょっと、しばあのー、調べさせてくんねえか。俺ちょっと久保タイトのこと分かってなかった。ちょっと調べさせてくれ。